皆さん、ごきげんよう。今日は前回に引き続き神経伝達物質の働きを解説し、ホルモンと自律神経系の働きについて簡単に取り上げます。脳は神経細胞のネットワークによって成り立っており、神経細胞同士は神経伝達物質によって情報を伝え合っています。 神経細胞同士の伝達に使用される神経伝達物質は、分かっているだけでも100種類程度はあると推測され、それぞれ役割が異なっています。その中には信号を伝える興奮性のものだけでなく、逆に信号を弱める働きをしている抑制性の神経伝達物質もあります。要するに神経伝達物質には、車のアクセル的な役割をする興奮性のものと、ブレーキの役割をする抑制性のものの2種類があります。 興奮性の代表的な神経伝達物質には、グルタミン酸やノルアドレナリン、ドーパミンなどがあります。抑制性の代表的な神経伝達物質には、ガンマアミノラク酸、ギャバ、グリシンなどがあります。グルタミン酸はアクセル、ガンマアミノはブレーキの役割をする神経伝達物質というわけです。脳の興奮を抑えるということでギャバを摂取する云々があったようです。 ギャバは経口摂取しても血液のお関門を通過しないですが、中枢神経系に作用し、リラックス効果があるかもしれないと検討されています。うま味成分で有名なグルタミン酸もたくさん摂取してうんぬんという時代もあったそうですが、こちらも血液のお関門は通過しません。ただし、グリシンは血液のお関門を通過し、脳に作用するようです。 また、一つの神経細胞の樹状突起には、それぞれ1万程度のシナプスがあると推測されています。そして基本的に一つのシナプスは、一種類の神経伝達物質しか使用していません。このように興奮性と抑制性という神経伝達物質の特性と放出される神経伝達物質の量によって、脳内の情報伝達がコントロールされています。 シナプス全神経細胞から放出された神経伝達物質がシナプス5神経細胞にある受容体へ結合するとシナプス5神経細胞内で活動電位が発生します。こうしてシナプス5神経細胞の細胞体内に活動電位が発生して軸索へ電気信号が送り出されることを発火と言います。 しかし、シナプス全神経細胞から神経伝達物質によって信号が伝わってきたからといって、必ずシナプス後神経細胞が発火するとは限りません。発火するには、伝わってきた信号がある一定以上になることが必要です。そのためには2つの方法があります。1つは、シナプス全神経細胞から連続的に信号が送られて、信号が加算されて発火するというものです。これは時間的過重といいます。 もう一つは、多くのシナプス全神経細胞から同時に信号が送られてくることで、それが加算されて発火するというものです。これを空間的荷重と言います。このような二つの方法の組み合わせによって発火が起こり、次々と信号が伝えられていきます。一つの神経細胞の樹状突起には、それぞれ1万程度のシナプスがあります。 そして、大脳神秘質には140億、脳全体で1000億以上の神経細胞があります。それぞれに1万程度のシナプスがあり、情報をやり取りしているとしたら、脳がいかに複雑な神経経路になっているかがわかるかと思います。基本的には一つの神経細胞は、一種類の神経伝達物質しか放出しません。 しかし、受け手側である一つの神経細胞の樹状突起には、多数の神経細胞から興奮性と抑制性の神経伝達物質が同時に届くようになっています。要するに受け手側の神経細胞へは、興奮性と抑制性の信号が両方とも伝わってくるということです。 その結果、神経伝達物質を受け取ったそばの神経細胞では、ちょうど興奮性と抑制性の2種類の神経伝達物質による多数決のようなことが実現されています。興奮性の神経伝達物質が伝わると、神経細胞では活動電位が発生します。逆に抑制性の神経伝達物質が伝わると活動電位の発生が抑えられます。 興奮性プラスと抑制性マイナスが合算されて結果的にプラスの値が大きくなった時言い換えれば活動電位の発生量がある一定量を超えた時初めて電気信号が軸索へと送り出されますこのように興奮性と抑制性の2種類の神経伝達物質を使用することで単純に電気信号だけで情報を伝えるよりもより複雑な情報伝達が可能になります シナプス全神経細胞から放出された神経伝達物質は、シナプス後神経細胞にある受容体と結合します。神経伝達物質と受容体は、ちょうど鍵と鍵穴の関係にあります。お互い決まったもの同士でしか結合できないようになっています。例えば、アドレナリンはアドレナリン専用の受容体にしか結合できないということです。 ところが、神経伝達物質と似た構造をした物質の中には、受容体を騙して結合してしまうものがあります。その結果、本来の神経伝達物質と同じ作用を及ぼすことになります。こうしたことを利用して、様々な薬物が作られます。例えば、覚醒剤は、その成分が神経伝達物質のドーパミンに似ているため、異常な快楽を感じるようになります。ダメ絶対です。 さて、放出された神経伝達物質が受容体へ結合したままだと、ずっとイオンチャンネルが開いたままになり、信号が伝わり続けることになってしまいます。それを防ぐために受容体へ結合した神経伝達物質は、すぐに離れるようになっています。受容体から離れた神経伝達物質、もしくは受容体に結合できなかった余分な神経伝達物質は、シナプス全神経細胞へ吸収されるか、 酵素によって分解されることになります。これらは神経伝達物質として再利用されます。また、シナプス全神経細胞には神経伝達物質のセンサーがついており、放出した神経伝達物質の量を常に監視しています。適量だと判断すれば、それ以上の神経伝達物質の放出や製造をしないようにしています。 シナプス全神経細胞から放出された神経伝達物質は、シナプス後神経細胞にある受容体へ結合します。興奮性の神経伝達物質が受容体へ結合すると、受容体にあるイオンを通す穴、イオンチャンネルが開き、ナトリウムイオンがシナプス後神経細胞の細胞体へ流入します。ナトリウムイオンは電気的にプラスなので、細胞内の電位がプラスになります。これが興奮性の信号になります。 逆に抑制性の神経伝達物質へ結合すると、受容体にあるイオンチャンネルが開き、塩素イオンが細胞体へ流入します。塩素イオンは電気的にマイナスなので、細胞内の電位がプラスになるのを抑えます。塩素イオンは電気的にマイナスなので、細胞内の電位がプラスになるのを抑えます。これは抑制性の信号です。 これら興奮性と抑制性の信号の総和によって、活動電位の発生がある一定量を超えると発火が起きます。発火が起きないときは、ここで信号が途切れ、次の神経細胞へ伝えられることはありません。イオンチャンネルが開き細胞内のカリウムイオンが外に出る場合も抑制性になります。カリウムイオンは電気的にプラスなので、カリウムイオンが外に出ることで細胞内の電位が下がるのです。 このような受容体をンチャンネル型受容体と言います。また、信号の伝達方法には、これらの他に受容体へ神経伝達物質が結合することで、シナプス後神経細胞内の特殊なタンパク質が活性化して興奮性をコントロールしているものもあります。この受容体を G タンパク質協約型受容体と言います。 後に説明する自律神経は短時間に体内環境をコントロールするのに対して、もう少し時間をかけたコントロールを行っているのが内分泌系です。内分泌系とはホルモンによる体内環境の調整のことです。ちなみに神経伝達物質とホルモンは、どちらも体内で作られた化学物質で、基本的には同じものです。 一方、神経細胞の間で情報伝達を行っているものを神経伝達物質と呼んで、血液中に放出されて情報を伝達するものをホルモンと呼んで区別しています。神経伝達物質と同様に、それぞれのホルモンも決まった標的器官にしか作用しません。標的器官には特定のホルモンとだけ結びつく受容体があるためです。標的器官に結びつくホルモン量が多いほど、作用も大きくなります。 ホルモンの分泌は床下部によって支配されています。床下部の下には下水体という1センチメートル程度の小さな突起が垂れ下がっています。下水体の床下部からの命令に従って各種のホルモンが分泌されます。下水体は大きく前葉と後葉に分けることができます。床下部から下水体前容への命令はホルモンで伝えられて、下水体後用への命令は神経繊維によって伝えられます。 命令を受けた下垂体全容からは6種類のホルモンが分泌されます。具体的には、成長ホルモン、甲状腺刺激ホルモン、副腎皮質刺激ホルモン、卵胞刺激ホルモン、黄体ホルモン、プロラクチン、乳腺刺激ホルモン、黄体刺激ホルモンとも言います。例えば、甲状腺刺激ホルモンは、その名の通り甲状腺を刺激して、甲状腺からチロキシン、サイロキシンというホルモンを分泌させます。 オキシトキシンは細胞の代謝を活発にする働きがあります。下垂体鉱用からはバソプレッシンとオキシトシンという2種類のホルモンを分泌しています。これらは死傷株で作られて下垂体鉱用に蓄えられたものです。大脳変縁形は、大脳心皮質の下、脳幹の上に位置する体状界扁桃体、側座角海馬などから成り立つ部分を示しています。 新しく発達した大脳神秘質によって、大脳の奥へ押しやられてしまった古い脳です。とは言っても非常に重要な機能を持っており、感情、生存本能である食欲、性欲に関連した行動の処理と調整を行います。大脳変縁系の活動は、ストレスに対する重要な身体反応で、内分泌系や自律神経系と密接に関連しています。匂いに関する身体反応の処理も行います。 要するに、神経細胞の軸作の末端にあるシナプス終末まで来た電気信号は、ここで化学信号に変換されて、次の神経細胞の樹状突起へと伝えられます。この神経伝達物質を放出する側の神経細胞をシナプス前細胞別名シナプス前ニューロン、受け取る側の神経細胞をシナプス後細胞別名シナプス後ニューロンと言います。 自律神経は脳幹及び脊髄から出ている抹消神経で、心臓の動きや体温など体内環境を自動的にコントロールしています。また、自律神経も気度哀楽など本能的な心の働きである情動と密接に関係しています。怖い体験をしたとき、自然に心臓がドキドキしたり、冷や汗をかいたりするのも自律神経が働いているためです。 自律神経には、交換神経と副交換神経の2種類があります。そしてこれら2つの神経系は協調して働いています。心相のように一方の活動が活発な時は片方の活動は抑制されています。さらに、この2つの神経系は概ね反対の作用を及ぼすことで、身体環境のバランスを持っています。 例えば、交感神経は心臓の鼓動を促進して、血圧を上げるに対して、副交感神経は反対に心臓の鼓動を抑制して、血圧を下げるという作用があるといった具合です。大雑把に言うと、交感神経は突然の緊急事態に対応するような活動を促す指令を体に発して、副交感神経は体を休息させるための指令を発していると言えます。こうして常に体の状態が安定するように働いています。 ところが、ストレスや過労などにさらされていると、これらの二つのバランスが崩れてしまうことがあります。すると動機や頭痛、めまい、下痢、倦怠感など体に様々な症状が現れるようになります。これが自律神経失調症と呼ばれる状態です。こうした症状があって他に特別な原因がない場合は自律神経失調症の可能性があります。自律神経の一つ。 交換神経は主に緊急事態に遭遇した時などに働きます。突然、ヒグマと出会い、戦うべきか、逃げるべきか、という、闘争か闘争か、の決断をしなければならないような場合です。交換神経は脊髄から神経繊維を伸ばし、神経伝達物質のノルアドレナリンにより末端の器官へ情報を伝達します。その結果、体に次のような作用を及ぼします。 周りの状況や相手の動きをよく見ることができるように動向が拡大します。より多くの酸素を取り入れられるように軌道が弛緩して呼吸も早くなります。心臓の軌道を促進させ、全身の筋肉や脳へ大量の血液を送り、素早く動き、的確な判断ができるようにします。逆に皮膚など必要のない部分へは余分な血液が供給されないように、そうした部分の血管が収縮します。 また、皮膚の血管が収縮することで傷を負った時にも出血を抑えることができます。胃での消化など必要のない活動も抑制されます。体温の上昇を抑えるために汗が出ます。肝臓からグリコーゲンを放出し、それを分解することでエネルギー源であるブドウ糖を作ります。肝臓の上にある副腎随質を刺激し、ノルアドレナリンとアドレナリンを血液中に放出し、体全体として、これまで述べた効果を高めます。 このように、交感神経は即座に状況に対応した行動ができるように必要な身体機能を高め、逆に不必要な機能を抑制するように働きます。交感神経が緊急事態に対応するための神経なら、副交感神経は体の休息と回復を促すための神経と言えます。例えば、食事をした後の少しだるくて眠たいような感覚だと思ってください。 副交換神経は脳幹及び脊椎の下の方にある線髄から神経繊維を伸ばしています。末端器官への情報伝達には、神経伝達物質のアセチルコリンを使用し、体に次のような作用を及ぼします。下界からの光を減少させるように動向が収縮します。気道も収縮し呼吸も遅くなります。胃の消化活動が高まり、腸の血管も拡大することで血液が集まり消化が促進されます。 肝臓ではブドウ糖になるグリコーゲンが合成されます。このように、副交換神経は体を休め、体力を回復するための働きをしています。そして一度緊急事態が発生した時には、即座に対応できるようにしています。また、副交換神経はそれぞれの器官に対して、交換神経と逆の働きをしていることがわかります。別の見方をすると、交換神経は昼の神経、 副交換神経は夜の神経とも言えます。そのため自然で快適な睡眠をとるためには、寝るまでに交換神経の活動を沈め、副交換神経を活発にする必要があります。ゆっくりと湯船に浸かったり、リラックスできる時間を作ることで、副交換神経の活動を促すことができます。ストレス型の状態にあると、交換神経、副交換神経のスイッチが切り替わらなくなることがあります。 体を動かしたいと思っても、副交換神経優位な状態のため、体がだるく動かない。という状況や、眠りたいのにイライラしたりドキドキしたりして眠れなくなってしまったり、という状態が続いたりします。